コーネリアス・ヴァンダービルト・ホイットニーは、アメリカ合衆国の実業家、映画監督、作家、官僚、及び馬主。ホイットニー家の一員で、一族の基礎となったウィリアム・コリンズ・ホイットニーからは、孫の代にあたる。相続した資産をもとに、様々な投資活動を行い、20世紀中期のアメリカ経済の発展に大きく寄与した。また、祖父の代から受け継いだオーナーブリーダー業を発展させ、アメリカ競馬市場に残る名馬らの生産者ともなった。多くの場合で、名前は省略されて、C.V. ホイットニーと表記されている。また、サニーというあだ名も広く使われていた。祖父、ウィリアムの遺産を受け継いだハリー・ペイン・ホイットニーと、ヴァンダービルト家から嫁いだ母、ガートルード・ヴァンダービルト・ホイットニーの間に設けられた、長男である。18歳の時に、アメリカ陸軍に在籍、通信隊として、従軍、最終的に少尉にまで昇格した。大学は、父と同じイェール大学へと進学した。同大学を1922年に卒業した後、父の所有するネバダ州の鉱山に就業している。1926年、コーネリアスは、祖父ウィリアムが共同出資者として設立したニューヨークギャランティトラスト社の取締役として就業した。1940年まで役目を務め、銀行の舵取りを担っていた。1927年、コーネリアスは、ウィリアム・A・ロックフェラーらの投資家と共にファントリップに投資を行い、彼の創設するアメリカ・アビエーション社を支援した。1931年にはカナダにハドソンベイマイニング&スメルティング株式会社を創設している。後に同社は亜鉛採掘で名を馳せ、コーネリアスは1964年まで同社の取締役を務めていた。コーネリアスのいとこに、テクニカラー社の大株主であったジョン・ヘイ・ホイットニーがいた。その彼を通じてコーネリアスも映画産業に関わるようになっていった。最初は主に出資に携わり、風と共に去りぬなどの制作に関与した。それから17年後には自ら C.V. ホイットニー・ピクチャーズを創設、後になって多大な評価を受けた創作者など3本の映画を制作していた。第二次世界大戦に際し、コーネリアスはアメリカ空軍に再志願し、大佐の地位を獲得するに至った。終戦後は官僚としてハリー・S・トルーマン大統領の政権下で副空軍長官、商務長官補佐官を歴任した。また、トルーマンの特使も務め、イギリス、ルクセンブルク、スペイン、イタリアを訪問している。母ガートルードは自身も芸術家であり、特殊活動の一環として芸術家の保護と支援を行っていた。このためコーネリアスもまた芸術の保護、支援活動に大きく関与していった。美術館の創設、運営にも携わり、サラトガパフォーミングアートセンターの創設などに出資している。また、1634年に描かれたアンリ2世の肖像画など相続した美術品の寄付も盛んに行っていた。また、海洋学にも興味を示し、1938年に建てられたマリンランドにも出資を行った。フロリダ大学の海洋学研究にも大規模な出資が行われ、後にホイットニー・マリンラボと呼ばれる一大研究区画を提供している。1963年にはコーネリアスの所有するニューヨーク州ロングアイランドの土地をニューヨーク工科大学に提供している。コーネリアスは作家としての執筆活動経験もある。1951年より第一次世界大戦中の回顧録や児童向け文学などを発表、生涯で5冊の著作物を出版している。父ハリー、祖父ウィリアム同様に、コーネリアスもまたポロに熱中した一人であった。全米オープンポロにおいて3度の優勝を飾っている。コネチカット州のグリーンウィッチポロクラブが1979年以降の大会で手渡している C.V. ホイットニーカップはコーネリアスに由来するものである。祖父の代から受け継いできたオーナーブーリーダー業のその大部分を相続したのがコーネリアスであった。自身も競馬に多大な興味を示し、サラトガ競馬場からそう遠くないニューヨーク州のサラトガ、スプリングズにキャディヒルと呼ばれる邸宅を構えていた。1930年に父が他界すると、牧場や競走馬などその競馬資産の大半を相続している。この受け継いだ競走馬の一頭に、後のアメリカ電動バイクイポイズがおり、同馬は1930年5月17日にステークス競争に優勝して、コーネリアスに初のステークス競争勝ちを提供したほか、古馬になってからもハンデキャップ競争で勝ちを重ねる大活躍を見せた。エクイポイズは種牡馬としても成功し、1942年にはリーディングサヤーともなった。コーネリアス自身も競走馬の生産で名を上げた。ケンタッキー州レキシントンにあった彼の牧場で生産された競走馬のうち175頭がステークス競争で優勝している。1950年、コーネリアスはアメリカ競馬名誉の殿堂博物館を設立、その初代館長に就任した。これらの事業が競馬界に評価され、1984年にはコーネリアスにエクリプス賞特別賞が贈られている。アメリカ競馬の最高峰にあたるケンタッキーダービーにも全部で15頭の競走馬を送り込んだが、最後までこの競争だけは勝つことができなかった。最も優勝に近かったのは1949年のファランクスでウッドメモリアルステークス1着同着から挑戦したものの本番では2着に終わった。1959年にはサンターニタダービーにも優勝した牝馬のシルバースプーンで挑戦したが、これも5着に終わっている。以下はコーネリアスの代表的な所有馬である。コーネリアスは4度の結婚を経験しており、5人の子供を設けた。3度の離別を経験しているが、最後の夫人メアリー・ルー・ホイットニーとは最後まで連れ添った。コーネリアスは1992年12月13日、92歳の時にサラトガスプリングズの地でこの世を去った。その祝いはグリーンリッジ墓地に埋葬された。彼の没後、メアリー・ルー夫人は夫の残した牧場をメアリー・ルー・ホイットニー・ステーブルズとして馬さんと馬修行を継続させた。2004年のベルモントステークス優勝馬バードストームはこの牧場の生産馬である。死没時にコーネリアスが所有していた土地にアディロンダック山地に5万1000エーカーの広大な森林土地小が存在した。1997年、ニューヨーク州はこのうち1万4700エーカーを夫人の会社より$1.71billionで購入している。8年後に買収され、モルガン・ギャランティトラスト社になり、その後 JP モルガンの基礎の一部となった。1980年頃に規模を縮小、大部分をゲンズウェイファームに買い取られている。ありがとうございます。